ビーチキャッスルの仮。さあ始まりました、ピーチキャッスルの仮のお時間でございます。この番組はですね、ピーチキャッスルが1週間に気になった出来事や不平不満を好き勝手喋っていく番組でございます。苦情はやめてね。あー、どんどん来い。すいません。ということでお送りするのはピーチキャッスル東原とピーチキャッスル前翔です。よろしくお願いします。お願いします。すいません。そしてですね、はいよ、私が、うん、1週間ぶりの復帰でございまして、おい、すいません、ちょっと体調不良で。久しぶりだな、おい、久しぶりだな、おい。なんか気持ち悪いテンションだな、ちょっと。すいません本当にね。いやいやいや、ありがたいですけれども、はいはい、どうだったんですか1週間。いやー、なんかいろいろと、なんか激動というか、もういろいろ動いてましたよ。まあ、まず僕誕生日だったんですよ。おお、そうでしたね。そう、はい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 。で、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いやいや、もう、まあ、本当にさ、本当に私事のこと本当に自分で言っていくような。あ、もう自分大好きっ子なんで。本当だ、あるよな、自分大好きっ子ラブなんで。すいません、皆さん、本当そうなんですよね。ご理解ください。5月31日までは僕の誕生日の月なんで、全然プレゼント待ってます。いやいやいや、ありがとうございます。1日で終わりだから、誕生日って。ありがとうございます。いやいや、ありやすじゃなくて。まあまあ、ちょちょ。で、なんか誕生日プレゼントとかもらったりとかしたの？あ、もらいましたよ。お前こんなの言わんのか、マジキモいぜ。なんで本当になんか言わんよな。ええ、いや、なんかこう、あ、こういうのもらってさーとかって言えばいいのに、なんか聞かれるまで言わないじゃん。え、なんか、なんかちょっと恥ずかしいなと思って。いやでも、いや、じゃあだ、ね、な、ちなみにだけど、なんか言える範囲で。ああ、うん、あれもらいました。名前掘られてるお酒。ああ、はい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 、はい、多分あなたももらったと思うんですけど。あ、まあそう、もらったけど、あれと一緒のやつの、泡盛残波の城に、祝前城翔誕生っていうのを。あ、そうなんだ。そうそう、もらって、まあちょこちょこインスタライブとかで、話しましたよ、これもらいました、いただきましたとか。はい、一応なんか、もらったもの、なんか気持ちが悪いよ、本当に。気持ちが悪い人間だよ、本当に。気持ちが悪い人間かどうかわからんけど。じゃあお前もそうだしさ、本当にこれ言いたかったんだけど。あ、何何。さ、本当にさ、気持ち悪い。あ、なになになに。お前、このインスタのさ、アカウント、これ別であと1個持ってるだろ。あ、持ってますよ。マジキモいからやめて、本当に。いや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 、むちゃくちゃキモいから。いやいや、みんな裏側が好きでしょ。違う違う違う、だったら隠せよ、とことん。むっちゃキモいぜ、お前。いや、だから、あ、僕はちょっとある理由があってですよ。違うさ、なんじゃ、なんかこの見え隠れすんのよ、わかる？何がすか？好き勝手やりたいけど、うんうん、なんかちょっと少人数制でやりつつ、なおかつなんか少しの人には知ってほしいみたいな部分が見えか。俺はわかるよ。それがサバカです。東原さん、それがサバカですよ。それ、まあ、そうなんだけど、世間一般の人はツイッターの本枠がある。そしてなんかエッチなことをやろうとした裏垢というのを作るんですよ。いやいや、それでやろうとしてるんだ。あ、もうそういうことね。あ、そういうことか。そういう、いやいや、しゃあないけど。まあ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 、気持ちが悪いねと思って。でもまあまあまあ、そういう、まあしっかりエッチなことが、もうちょっと待って、っていうことをまあまあ存分に押し出していくんであれば、まあ全然いいなと思います。あれ、俺ほんの数分でエッチなことをやるために。お前自分で言ってんし、もう自分で言ってんし。じゃあ、まあ、というのもあるありつつよ、な、私だったらとことん隠すけどなって思う。ああ、はいはいはい。まあだけど、いや、俺アカウント5個ぐらい持ってるんだよ。どっちどっち。数ヶ月前ぐらいから5個ぐらいなんかバババババババって作って。気持ち悪い、マジでこいつ。だから本赤、サブ赤、裏赤、
秘密の鍵の部屋、キモ、 This is the my show っていう、おえ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 嘘だろおい、はいはいはい、本当になんでそんなことすんの。いやもうなんか暇だなと思って、パパパパ、何が暇だなあかん。まあだけど結果だよ、うんうん、インスタライブのアカウントよ、なんかエラーとか出るばよ。おお、なんか要はなんかフィードバックできませんでしたとかで、もう一回ログインしてくださいってログインするじゃん、うん、そしたらなんかあのロボットではありませんとかの、だからあれよ、俺が一時期なってたあの番号に送ってるのに認証のコードが届かないとか、ああいうのがなんか積もり積もって5個ぐらいあるから、ポン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 って。ああなるほどね、うん、だからそれなったらもうこのアカウントは捨てってなってる、捨て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 っていたちごっこよ。何がいちゃ誰とよ、もう追いかけてるのは誰だおい、サイトインスタの私はロボットではありませんってずっと言ってるのに全然認証してない。ああなるほどね、うんうん、まあ、だから動いてるのはまあ数個ぐらいか、2個ぐらいかな、1個2個。いやいや、ヒカキンさんも言ってたよ。何が？もう炎上しない、最近言ってた炎上しない方法の一つとして、うん、本当に裏垢を作らないって裏垢を作らない、 LINE は流出すると思え、ああまあなるほど、ね、みたいな 大まかで言うと、まあ印象に残ったことはその2つだけど言ってましたよ、はいはい、やっぱり、はいはいはい、まあまあヒカキンさんはもうまあまあヒカキンさんであるからな、うん、いやなんか俺とヒカキンさんは違うわみたいな感じ出すのやめろよ、うん、違うな、腹立ってくるわマジで1週間休んでもなお腹立つ具合が消えないっていうのがムカついてくる、本当に復帰してなおさら腹立ち具合が増したように、あやばい、後ろに手伸ばすな、後ろに手伸ばすな、この番組ではメッセージを募集しております。はいよ、797@fmgino1.com、797@fmginowan.com でございます。皆さんメッセージどしどし応募してください、お願いします。はい、お願いします、そしてですね、曲のリクエストも受け付けております、はいよ、必ずですねアーティスト名と曲名、はい、必ずアーティスト名と曲名、この2つをですね、書いて、メールもしくはツイキャスもしくは私のインスタライブの方にコメントを送っていただければ、受け付けております。はい、僕の TikTok ライブに送っても意味ないんで皆さんよろしくお願いします。 TikTok ライブもしてたんだ。 TikTok ライブもしてますよ。 TikTok ライブもしてるらしいです。はいはい本当に怖いよね、本当にもう怖い存在だなって思います。相変わらず彼のことが、うん、やっぱもう30年以上一緒にいるけど相変わらずなんか、はい、つかめない存在だなって思いますよ本当に。ああいや本当に褒め言葉ありがとうございます。いやありがとうございますよ褒め言葉ギリ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 捉えようによっちゃギリ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 ですね、うん、本当に。いやというのも、あ、じゃあちょっと俺話したいことがあって。あ、何ですか。17日にその誕生日の日に先輩芸人の初恋クロマニオンの松田さんから連絡来て、おおはいはいはい、先輩のね、うん、大喜利ライブ出てこうぜって言われたのよ。ああ、で俺と思って、うん、どういうことだろうと思ったのよ。ああはい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 、はあれ吉本のスケジュールっていうかあれには多分大喜利ライブってないと思うけどなと思って、はい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 、はい、でなかなか連絡来るのがなんかなんていうのレスポンスがちょっと遅かったから、うん、で俺どういうことなんだろうと思ってで那覇にあるなんかライブハウスっていうか、 なんか小劇場、はいはい、っていうところに何時何時に集合なってなったの。おで俺出るってなったから、うん、一応とりあえず衣装とか全部持ってったわよ。あはい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 、なんか要はオリジンさんとか FEC さんたちとかと一緒になんか松田さんのつてで合同のなんかライブでも開催してんのかなと思った。ああまあそういうことだろうな。そうそうじゃないんだ。でいざ行ってみたら全然近くてから、うん、えどういうこと。毎週火曜日にこのライブハウスが主催してる大喜利イベントみたいな、うんはあ、はいはいはい、でそれにお客さんとして行く。はあ、はい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 、ただ遊びに行く的な。うん、で俺デージ恥ずかしくてから、うん、衣装も持ってる靴も持ってるって。ああまあね、はいはいはい、で入った瞬間にもう一般の方なのよ。お客さんが、あとなんかちょっと芸人の
なんていうの、駆け出しっていうか、うん、今から芸人やりたいっていう卵たちとか、うんうんうん、なんか俳優とかモデル志望で沖縄で活動してますっていうの、はい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 、ただの大喜利好きの人たちが集まってる、はい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 、その中で俺と松田さんがポンって入った瞬間にみんなえみたいな、うん、えなんでなんでなんで吉本の人が来てんのっていう、おお、はいはい、なるよ、変なざわざわが起きて、なるんだ、はいはいはい、でうわっと思って、うん、めちゃくちゃやりにくいと思って、あでやりにくいってどういうこと、お客さんとして行ったんだろう、行ったけど、うん、変なハードルが上がってるような雰囲気も、あーなるほどね、はい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 、だもうちょっとなんかアットホームな感じで楽しめるのかなと思ったら、うん、意外にバチタバチの助でみんな答えがバチタバチの助、バチタバチの助でこれちょっとまずいね、うん、そういうところ松田さんデージ好きやし、なるほどね、あの人はもうお笑いモンスターだから、あの人も本当にもういくつになってもその牙は丸くならないというか、全然丸くならんから、もう入店する前に毎週今日は全部争う、全部かっさらっていくからよとかなんか言ってから、やばいデージ変な熱スイッチ入ってるこの人やばいと思って、俺そんなつもりで今日来てねえと思って、あ本当にね、あの人はでもまあ素晴らしい、なんかやっぱ改めてそういうところ先輩だなって思う、うん、そうそうそ う, そう、はい、アクティブ で、夜の7時から、はいはいはい、10時半までの3時間半大喜利、やば、久々に脳内フル回転、お前もやったってこと、俺もやった、参加して全員10名ぐらいバーって椅子に座ってから、でお客さんどれぐらいいるの、最初少なかったけど、うん、途中9時ぐらいから急に一気にバババって来だしてから、うん、15名ぐらい、あ結構いるな、うん、テーブルみんなで囲ってモニターにドーンってお題が出るわけ、芸人じゃない人もいるんだろう、うん、でお酒飲みながらやってる人もいる、お酒飲みながら、そう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 、ダメだじゃあ俺と松さん飲まんかったけど、ダメ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 本気じゃねえし、まあなんか本気じゃねえし、なんかあーダメ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 ね本気じゃねえしまあ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 なんじゃい、まあまあ本気のなんか すごいライブだなと思ったんですよ一瞬、うんうん、いやこれすごいなんか攻めてるなと思って、うんうん、アルコール入ってんの、アルコール入ってる、ダメやし、うん、ダメダメなんじゃねありがとう結局っていう3時間半濃密なの過ごして、まあ終わったっていう、まあでもそういうライブじゃないってことじゃん、そう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 、毎週火曜日やってた、私もちょっと今興奮しましたけど、うん、なんかそういうなんかあお酒とかも飲みながらアットホームな感じってこと、そうそうそう、でもなんか最初バチバチのっていう感じって言ってたよね、なんか最初の1時間半とかはなんかみんななんかこういう答えとかいいんじゃないかみたいな、なんかこう間合いとかをなんか見計らってなんかやってるわけよ、知らんよそんなの正直俺からしたら、ちょ俺がそっちに行くならいいけどお前まで俺側にそう引っ張られるのだけはやめてもらっていい、まあでなんかどんなんか出してたけど、まあまあだからなんか久しぶりになんかその客側として大喜利のなんか参加したライブが特殊だったなっていう、ぶちかましてやった？ああぶちかましてやったよ。うん、だったらいいね。うん。本当か？うん。うん、だったらいいですね。やったよもう。だから今度みんなで行こうって言ってたよ、うん、松田さんが。無理。行くかや。半分以上吉本で全部荒らしてこうぜって言って。行くかや。お笑い不良が毎週火曜日あでもなんかそういうこと言う人になったんだね、松田さんも吉本で行こうぜみたいな、そういうなんか事務所的な意識は少し、事務所っていうかなんかあれよ、その後輩芸人とかのお笑い好きそうだよ、だからお前とか加湿オレンジの中村とか、いや俺は大喜利向いてないじゃん、俺は基本的に俺どもう気づいたよ、お前の方が大喜利だ、大ギラよ、いや大ギラじゃないよ、俺はもう本当、まあ、そっちで視界を奪い取るっていう方向に持っていった方がまだいいかもしれない、はい、はいはいはい、まあ確かに、お前が視界やってた方がもうちょっと跳ねたんじゃないかなと思ういやいやお前だからお前までこっちに来んなっていやいやお前はあっち側であれよ、うん、まあでも楽しかったから今度行こうよ、いやいやだまだ誰お前マジで行こうじゃあ、いや本当でトーバル怖いよ今の、まあ楽しかったから今度行こうよ、ちょちょちょ急に大ギラーなってるさ、ちょちょあのよずっと、まあ、まあちょこっと言うけど釣りばっかりしてるしうん、うん、急に大ギリのお題バーン出るさ2分ぐらいフリーズするぜマジで、ああなるほどねなーと思って、うん、ああそういうことか、俺の体今そういうことなのかと思って、あこれダメだなと思って、ああでも
基本的に、うん、でもまあ切り替えをしたいタイプだから、うん、そういう感じになるんじゃないの。ああ多分な。俺は多分なんかそんなことあんまり考えないタイプだからさ。うんうん。なんかそう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 危なと思った。だから17日に俺も気づかされたよ本当に。あやばと思って。あ自分自身。自分自身の誕生日の日に。うん、あやばいやばいやばいと思ってから。でそっからまあちょっとまあ整えてなんかバーってまあ楽しかったけど危ない危ない。いやいや誕生日おめでとうとかじゃないんだ普通松田さんからの。あ一応ボソって言ったよ。あ誕生日おめでとうって意味不明。あの人本当意味不明だからね。僕も謎にあの人と一緒に、うん、あれ行きましたからね。沖縄のミスユニバースみたいなのを決めるのを。ああ、うん、見に行かんかみたいな。なんか言ってたな。うん、って言って、なんか一緒に本当二人座ってから、うん、いや南蛮の人すごいなみたいな。あのコメント食ってるかな。いやさすがに食ってますね。スピーチな、うん。アドリブ感見せてるけどあれは食ってるな。話これなんなのあの人。分からん。怖いんだけど本当に謎。何本当になんかちょっといまいち最近つかめんくなってさ。まあそれあと一緒に二人でご飯行ったけどさ、誕生日だからおごるよって言って、そうなんだ。そうそう行きましたけど、なんかあの人読谷出身でずっと読谷に住んでたさ。で今那覇に住んでるやし、デージ那覇んちゅなってるよ。ちょっとショックだったやつ。分かるぜめっちゃ分かる。ちょっとショックだったやつさ俺。都会出てるよな。お出てる。分かる。なんかじゃあ最後締めにバー行こうかってなって、うんうん、なんかバーだったら想像できるじゃん。なんかバーやさとか後輩芸人がやってるところとか、うんノーブレーキのアイムさんがやってるバーだとか、うん、なんかそこら辺に行くのかなと思ったらもう全く通ったことも、うん、見たこともないような2階のバーに急にスッて入っていってから、うん、え松田さんここなんすかみたいな。あーなんか最近よく一応一人とかでちょこちょこ行くわけよ。おしゃれぶってるよ。那覇に染まっちまった。松田の兄貴が読谷のデコボコでいいのに。ヤギ汁とか飲まない。ヤギ汁とか飲まん。チーズ食ってたわ。ヒージャー松田じゃない。ヒージャー松田じゃない。こういう時に限って見に来ないからな。いや来てないんだ。俺来てると思って山張ったよ今。それそうなんだ。そうそうそう。まああの人もまあね独身ですから、うんうんうん、早々にちょっと結婚相手も見つけないとやばいでしょうし。あ確かにね。まあそうよ。確かにこの先輩が結婚してないと後輩の自分も安心するみたいなっていうところもありますからね。うん確かに。で俺その時話してびっくりした。松田さんバイトやってるさ。あそうだよ。あ知ってた。あ知ってた。俺全然知らなかった。俺だって誘われたもんバイト。あマジ。うんやらんかっつって、うんうん、本当に困ってたらちょっと来いよみたいな、うんうん、あいいっすかみたいな感じで。もう初めて知った。そうなんかもう週 2,3 ぐらいでやってるって言ってたから。あすごいよ本当に。ただあの人たちだけはバイトやってほしくないけどね、うん、あまあね。あだけど本当にまあまあすごいあれだけどさ、うん、すごいなって思いますよ、うん、ただなんか誰とは言いませんけど最近も先輩と話したんですよ、うんうん、結局芸事でどうたらこうたらみたいな、うんうん、って言いますけど、うん、結婚して普通に家庭持ってた人もしくは持ってる人、うんうん、やっぱほんとすごいなっていうことをいろいろ先輩と話してね。なんかいやいやいや僕はいやいやもう芸で売れてる方がもちろんすごいじゃないですかみたいなこと言ったら、うんうん、いや違うんだよトーバルと、そうじゃないよと。もちろん大事だよこの世界にいるっていうことは一緒だし、うん、みたいな、うんうん、だけどやっぱ人生としては結局家庭をまあまあね、まあ、我々は結婚うん、したい。私その話してた先輩も、はいはい、俺も、うん、結婚したいなって思ってる人間だからそういう意見になるのよ一応、うんうん、まあしてる人がすごいなって、うんまあ、もちろんそれが正解じゃなくて、うんまあまあ、もちろんずっと一人でいるっていうのが楽っていう人の選択 も、それを別に何か言うとかじゃないけど、うんうん、
なんかそういう人の方がすごいんだよって結局話になって、ああそうなのかって、なんかしみじみ夜中の3時ぐらいに電話してましたけどね。うん、重いな、ディープな時間だな、うん、ディープな時間だわそれは。いやなんかね、まあでもな、まあまあまあ人生いろいろよ本当に。いやだから改めて見るとなんかすごいなって思うよ、あなたがやっぱ結婚して9年8年、いや子供いてくるっていうのがマジですごいわ、うん、確かにな、もうすごいよ本当に。あでも楽しいけどや、今ぐらいの年齢。ああ、うん、まあねまあね、うんうん、ああそれはすごいと思いますけど、でもまあ世の本当に家庭を持ってる方々はすごいですよ本当に、うん、まあ確かに本当に日々お仕事やってね、もう家事育児に素晴らしい、ということでちょっとコメントをね、はいはい、読みたいなと思います、うん、すみません、ちょっとね、振り返りますので、ちょっと申し訳ございません、こんばんは、福島県いわき市から応援しております、ありがとうございます。うーん、でこんにちはと、こんにちは、そしてうーん他にも何でしょうか、空の色綺麗とかね。一般の方アルコール入って変わるのかな、あさっきの大喜利ライブの ね、うん、そうなのかな、まあだからその場の空気感を楽しみに遊びに来てるっていう人たちが、あ、うん、でもあれ芸人2人だったから、お前と松田さん2人だったからあれなっただけで、うんうん、あんなもん芸人が5名以上いたら大変なことになると思うよ。コーナーになってぶち壊す可能性があるから、大喜利は普通に進行としてやりつつ、それ以外のところで遊び始めるから、意図してないライブ構成になってしまう可能性があるからね。あるね、あるね、そうなるかなと思ったんだけどちょっとならず、なるほどね、そういうコメントで、まあね、たくさんありがとうございます本当に。肌のせいかドーバルがカメラ向くと顔が一瞬黄色くなる、なんだ怖い、黄色 T シャツのせいかな、私今日黄色い T シャツ着てるんですよ。 T シャツじゃないかそれは、だからですかね、うん、あらそういうこと、なんでしょうか。ちょっと怖いですけれども、いや怖くはないでしょ別に、顔が黄色いっていうのが一番怖いからね、やっぱり人間っていうものは。俺もずーっともう黒が染みていってね、あの免許切り替えも最近行ったんですよ。あれって免許切り替えってあれいつ行けばいいの、何日前とかあるの。1ヶ月前から。あそっか、1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後まで。ああじゃあそうそうそう、だから猶予が2ヶ月あって。ああなるほどなるほど、そうそうそう、そういうことね。で免許切り替えに行ってね、うん、最近、あ違うんだよ。何よ。お前の誕生日とかより大事なことがあるだろ今月は。ああキャンさんの誕生日。そうなの、誓い同士だから覚えてるな、じゃない。二人でニヤニヤするのキモいから、ね、本当に。え、いや違う、何あるだろ他に大事なの。大事なの、うん、あ、え、31日に劇団アラマンダのミーティング、うんうん、どうでもいいわよ。どうでもいいわ、失礼だわ。どうでもいいわ、どうでもいいわ、失礼だわ。ぶち壊そうかな。全部壊すんかい。え、わからないさ、今月は、うん、はあ、FIFA チャンピオンズリーグの決勝がある日だろ、お前。どうでもいいわ、レアル・マドリード対リバプールの試合がある日やろ。あ、言ってたやつ前。そうですよ。あ、いついつ ?29。29? よし、じゃあ、どこの居酒屋予約取ればいい。いや、ほんと、これだけはね、正解。いや、でしょ。それぐらいの気持ち。面白い試合でしょ、なんかこの頂上決戦というか。おもろい。いや、俺喋ってるわ。なんて言った、かぶっちょん。南野がどうたらこうたら言ってたな、俺。おい、いいよし、いいよし。あ、いや、そうそうそう、そうなんですよ。うん、
いやいや、見よう見よう。このね、今スタッフの方も言ってた通り、リバプールっていうね、まあ、サッカーの話なんですけど、FIFA チャンピオンズリーグっていう、はい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 、まあ、チャンピオンズリーグとは何ぞやと。まあね、例えば J リーグとかあるでしょ。ある、 J1、J2 とかあるね。例えばで他のみんなが知ってるところで言うと、スペインのラリーガとか知ってるでしょ。え、まあ、要は国によってリーグはあるわけじゃん、プロの、はいはい、プロのね、日本だったら J リーグ、うん、でスペインのプロチームはラリーガっていう、うん、はいはい、チームで、イングランドとかイギリスだったらプレミアリーグとか、あー、聞いたことある。ドイツだったらブンデスリーガとか、はいはいはい、まあ、リーグがあるわけですよ、うん、でその中でヨーロッパたくさんあるじゃん、うん、そういうリーグが、うんうん、まあ、そういうところのクラブで優勝を決める、うん、まあ、今季で言うとスペインで優勝したのはレアル・マドリードなのよ。はい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 、はい、でプレミアリーグで優勝したのがリバプール、うん、ぶん殴ろうか。お前リバプールファンにお前殺されるぞ。なんだお前、2位でフィニッシュだよ。ああ、そうなの。お前リバプール、まあ、惜しいけど、うん、今季はマンチェスターシティが優勝したのよ。あ、マンチェスター、リバプールと本当にもう、うん、本当にとことんまで競って、うん、負けるかな、まあ、要は、うん、負けたら最終節の試合ですよ、うんうん、負けたらね、うん、負けるじゃん、ずっと勝ってるんだよ、うん、マンチェスターシティ負けるじゃん、うん、負けたら優勝できない。あ、きつ、そんなギリギリの接戦だったわけ、うん、2位と、うん、リバプールと、うん、でリバプールもその日戦ってるわけ、はい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 、マンチェスターシティも戦ってるわけ、うんうん、リバプールが勝つ、マンチェスターシティが負ける、うん、そしたらこうなんだよ、お、逆転する、うんうん、それぐらい僅差だわけ、うん、普通こんなないよ、まあ、あるけど、うん、もう離れてるから最終節とかもほぼさ、はい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 、負けても優勝確定みたいなもんがあるのよ、うんうんうん、消化試合的な。だけどもう負けられないわけ、うんうん、すごいな、引き分けでもえみたいな、勝ち得失点差どっちだ的な、そう、ゴール決めた数によってはみたいな、あ、はい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 、でドキドキするじゃん、うんうん、でも最後の試合はめっちゃ強いチームと戦うわけでもないから、うんうん、まあまあって思うじゃん、うん、前半 2-0 負けてるのよ。おお、マンチェスターシティ0点、うん、相手のチーム2点、うん、やばくない、はあみたいな、うん、マジ奇跡起きるかみたいな、うん、なってたわけ、うん、その時点でリバプール勝ってます、うん、リバプールもしっかり戦ってた、はい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 、おいおいおいみたいな、うん、でこれすごいドラマで、うん、そのマンチェスターシティが戦ってる試合のチーム、もともとリバプールにいたコウチーニョっていうむちゃくちゃ有名な選手がリバプールにいたのよ、うんうん、でリバプールでむちゃくちゃスターになってバルセロナに行ったのよ、スペインのめっちゃ強い名門のチームに。でバルセロナで少しチームにフィットしなくてレンタル出されたりとかして、結局そのプレミアリーグのそのチームに落ち着いたのよ。元リバプールのコーチーニョがやらかすかみたいな。おうおうおう。で、そのチームの監督も、うん、元リバプールのレジェンド、ジェラード監督っていう。ああ、そのレジェンドって言われてる監督がいるんだ。そう、うん。もうリバプール後押し状態。おお、はいはいはい。ってなってたけど、うん、結局のところ、3対2の大逆転でマンチェスターシティの優勝だったのよ。まあ、ここまで喋りましたけど、一応結局なんだかんだマンチェスターシティが優勝したんだけど、うんうんうん、そういう接戦もあってすごい熱いじゃん。熱い熱い。今でその中でもじゃあ誰が強いのっていうことを決めるために上位4チームとか、うんうん、まあ、国によっては上位2チームとか、はい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 、このこうクラブで前節トップ4に上がっていた人たちはチャンピオンズリーグっていう別の大会に参加して勝負を決めましょうみたいなことを大まかに言うと、はいはい、そこでね、はい、要は上位4チームの頂上決戦ってことでしょ。要はそうじゃん、スペインの優勝チームとじゃあイギリスの優勝チームどっちが強いのってなるじゃん、うんうんうん、それを決めましょうよみたいな、はいはい、ああはいはいはい、っていうのがFIFA チャンピオンズリーグっていう。おうおうおう。だから絶対取りたい試合だけ、うん、サッカー選手なら自分のクラブチームのリーグの優勝もしたいし、うん、なおかつチャンピオンズリーグも取れば、う
もっとグッと、もっとグッと、もっとグッと。え、じゃあちなみにトーバルはどこを応援してる応援っていうかどこが好きなの、そのリバプールとマンチェスターだと。一応僕はバルセロナが好きなんです一応。ああ、はいはいはい、バルセロナっていうチームが好きなんですけど、うん、もうちょっとねいろいろごたごたがあってメッシが出れなかったりとか、うん、ああ、はい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 、出れなかったというか移籍したりとか、なんかちらほらニュースであったな、なんか誰かあって、まあ、どうにか立て直して、うん、結局今季は2位でフィニッシュしちゃったんだけど、うん、リバプールとレアルマドリードだったら、うん、まあリバプールに勝ってほしいなっていう、ドラマ的に、まあそうだねっていう、うん、だからその試合がじゃあ今月の29日にあるってこと？そうです。これ見れるの？沖縄でワウワウに入ったら見れます。ちょっと待ってくれ、ワウワウです。ちょっと待ってくれ、え、ワウワウ、ワウワウです、ワウワウ。え、どっかさ、なんかそのサッカーバーとかさ、そのスポーツ観戦的なところに行ったらなんかつなげて見もう入れ、ワウワウです。いやいや、ちょ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 、いやいや、もう、もう元気なくなってきてました。もうワウワウって言ってしまう、ワウワウだけが本当に強敵。違う、本当に強敵だね。いや、あるでしょうよ、那覇にも茶谷にも絶対どこ、そのサッカー好きのバーがやってる、そのバーは絶対ワウワウに入ってるでしょう。もうワウワウに入ってないと見れません。家でしか見れんの？もう 家でもワウワウ入らないと見れません。ちょっとハードル高くない？もうサッカーバーにいたとしても、そのサッカーバーがワウワウに入ってなかったら見れません。違う、うん、全てはもうワウワウに権限を握られてますから。いや、じゃあまだ日にちあるやし、あと4日ぐらいワウワウがあるところのバー探せよ。もうワウワウだけです。いや、きつい。もうワウワウに入るかどうかも、もうね、本当にもう見たいけどね、とにかく。いやいや、見たい気持ちと話のめちゃめちゃ盛り上がってるのに、最後の最後でワウワウに取られない。ワウワウワウですから。いや、ワウワウ、じゃあ探すよ。リバプールも本当すごいよ、本当に、うん、前回決勝戦でレアルマドリードと戦ってますからね、その時、うん、めちゃくちゃエースストライカーの、うん、めちゃくちゃエースストライカーっていう、もう言い回しもちょっとおかしいけど、うん、その中で、まあ、エースストライカーのモハメド・サラーっていう選手がいるんですよ、はいはい、モハメド・サラーが当時レアル・マドリードに所属していたセルヒオ・ラモス選手っていうキャプテンがいるのよ、レアル・マドリードの、うんうん、そのキャプテンにちょっとこのペナルティーエリアの外の方にか、うん、インナーラップしてきたモハメド・サラーとこのセルヒオ・ラモスがこうやり合ってボールでね、うん、はいはいはい、で腕が絡んで転倒してそのまま腕こうグッてやられて靭帯が伸びてそのままもう退場になったわけ。うわ、それで負けたのよ、レアル・マドリードに。ああ、なるほどね、ちょっと怪我で。その雪辱を返す時っていうふうにも言ってる。じゃあ29日見に行った方がいいじゃんって言ってる。わわですもん。もうやめえ、そのわわわわって。わわわわ。いやいや、もう聞けよ、そのリスナーさんとかにも、なんかわわわ入ってるサッカーとか。いやいや、もういつの、あ、ダゾーンもですか。あ、もうダゾーンも見れません。ちょっとダゾーンに至っては本当に血迷ったことしてるなって思ったのが、うん、いやもうプレミアリーグ撤退するって言ってるからね。はい。プレミアリーグ見れない。いや、今最も熱いプレミアリーグが、うん、もうダゾーンで見れなくなる。とんでもない。あ、どういうこと？何を意図して？え、いや、そういう契約とかも。サッカービジネスすごいよ。いや、目薄まさパッピライたな今本当に。え、そんなことあんの？利権の嵐。ほんとすごいんだから、サッカービジネス世界最大の産業なんだから。すごっ。とんでもないよ本当に。そんなサイトから撤退とかのありえる話なの？ FIFA っていうあれなんか、うん、ちゃんなんか公式のなんか例えば簡単に今わかんない、うん、柔道連盟とかなんかそういう感じのイメージある、うんうん、あれ会社だからね、 FIFA っていう。あ、そうなの？あれが全部利権持ってんだから、とんでもないぐらい潤ってんだよ。やばい、 FIFA が全部決める。おお、やば、 FIFA が全部決める。決めたい放題、 FIFA が。 FIFA がすごいから、なんか分かる人からしたら当たり前すぎてあれだけど、サッカーはまあちょっと普通に試合見る程度お前ぐらいの感じの人たちからしたら、うんうん、そもそも FIFA って何なのって感じはするじゃん。あ、するするする。俺なんか普通のあれと思った。あ、もうよくよく説明したら怖いと思わない？ FIFA って FIFA チャンピオンズリーグとか FIFA クラブワールドカップとか、うんうん、それついてるじゃん、うん、あ、FIFA っていう会社だからね、あれが運営してる。
なんかそういうメーカーというかそういう名前なのかなと思って、会社会社なんか、手だこ祭りとか、うんうん、そういう手だこがなんか地名とかがなんか入ってるのかなと思って、もういや一緒にすなや。ちょっと手だこ祭りにもちょっとごめんなさい、失礼だけど。じゃあもう何ワウワウでしかも見れなくなるってこと。そういやあるって絶対、うちもワウワウ入ってるよって。すごい、ありあり、つなげてもらえ、つなげてもらえ、もう。私はチャンピオンズリーグのためにワウワウ入りました。本物かよ。本物かよって言ってるやつ。マジで羨ましいじゃん。ワウワウって何、月額いくらぐらいなの。わわ、まあちょっと分からんけど、もうもう金の。ワウワウまで入ったらとんでもないことになるからね、俺は本当に。ぐらいはしたと思う。ああ、まあ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 、ぐらいの。チャンピオンズリーグ見るためにだよ。分かるんだけど。いや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 、じゃあだからその29日の試合もしどっかで見れるんだったら俺はお前と一緒に見に行きたいわけよ。あ、無理だよ、何も知識のないやつが普通にあのパッパーって一人で観戦するさ。パパーンパーン。ちょっとごめん、星野サッカーが、星がこうチャンピオンズリーグは星なの、星がああ、はい、シューってサッカーボールのマークにシュやばい、今どうしよう、今までで一番分かりにくいモノマネだったかもしれない今俺。本当にさ、俺芸人になって一回も泣いたことないんだけど、うん、本当にだよ、うん、本当に長谷部が引退するってワールドカップ終わった後言ったんですよ、うん、ね、うんうん、前回大会のね、うんうん、号泣したからね。号泣、どういうこと、ありがとう長谷部、どういうこと、自然と涙が。あ、引退か。あんなに長いこと代表を支えてきた長谷部がキャプテンでね。あ、はいはい、悔しいだろうな。あ、そういう、あ、ちょっとごめん、もう話じゃない。ちょ、お前今ちょっと涙目になってるじゃん今。ちょ。サッカーのことに関してだけはね、本当なんていうのかな。え、ちょっと待って。このなんていうのかな、いや戦ってきたんだな。もうデイジフィファってるやしも。いやー、ビバってる、舐めたこと言うな。いやー、まあ、ちょっとごめんなさい、ちょっとまたこれちょっと CM 明けで少し話しましょうか。ということでちょっとリクエスト曲と CM 行きたいなと思います、はい、それではお願いします。ワンオクか、はい、あー、 CM どうします、一本にします、二本にします、え、 CM 二本とも言ってきます、一本残します、あ、一本でいいですよ、一本でちょっと喋って、そこもう一回入れますよ、はいはい、え、45分ぐらいに行けばちょうどエンディングなんです、今2分の曲残してるので、3分だから、49分とかで大丈夫です、49分とかに、はい、もう一曲行ってっていう感じで行けば OK さです、
かね。We are ever. Be ever. We are ever. Wherever. Wherever you are.これ難しいですよね。はい。これ読み方が難しい、うん。難しい。うん。俺はやっぱいいわ。変な触らなければよかった。じゃあ CM 開けます。はい。5分前3、2。お聞きいただいたのはワンオークロックで Wherever You Are でした。はい。引き続きビーチキャッスルの狩りお届けしていきたいと思います。はい、お願いします。さあ、さっき何でしたっけ。あ、チャンピオンズリーグの話だ。うん、なあ、見に行こうよ見に行こうよ。そう、いやいや、くっそーじゃなくてさ、なんで、なんで、普通に誘ってるやし。いやー、なんか、そういう女の子とかと行きたかったなって。あー、いい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 、サッカー好きの後輩とかと一緒に見た方が楽しいってば。あー、でも、後輩にもよる。ちょっと、なんか、ガチで熱くなりすぎる人は嫌やさ。あー、なるほどね。そうそうそう。そんなんもう全然サッカー知識ゼロの俺がなんかちゃちゃ入れたら、うん、もう本当にもう黙っといてとか言われたら。南野匠っていう選手がいるんですよ。誰か日本人ね。誰かと結婚してなかった違うか。結婚かどうかはあれだけど、うんうん、リバプールに所属してるのよ。ええー、そう、すごい。でももう今もう世界で最も層が厚いリバプールだから、うんうん、世界最強の呼び声も高いぐらいのチームなのよ。うんうんうん。そこに所属してるっていうだけでもすごいんだけど、一応まあそっからスタメンっていうか、もう本当にね、これも細かいこと話すともう本当す、もうすごいんだけど、このチャンピオンズリーグで出れるのかっていう。ああ、出たら快挙、すごいこと。いや、まず決勝戦に立ってるのが、うん、まず日本人でいない。おお、すごい。デージ緊張するはずや。足とか死ぬプレイヤーに多分。黙れ。やばい。もうリバプリバプリバプとか言って。おい、本当お前リバプールファンにぶん殴られるぞ。いやいや、別に下げてるわけじゃないんだろうに、すごいことやし。いやー、これもう出れるかどうかっていうところもあるで。あ、まあまあまあ。もうそのポジ、南の選手がいるところの層がもう熱すぎて。うんうんうん。あ、じゃあリーグにも出させてもらってないからね。
普通のリーグ、プレミアリーグでも。はいはいはい、試合ってことでも。もう何試合かしか出てないけど、うん、出てないけどよ、うん、出た試合、結構点数決めてるのよ。おお、じゃあじゃあ、めちゃくちゃ評価。今季、うん、今季ね、出てないわけ、うん。すごい、ちょっとあーって思うじゃん。今、普通に喋ってるだけ言ったら、うんうん。10点決めてるからね。なぞなぞ、何、出てないのに10点決めてる、どういうこと。んちょっとしたピンポイントで出してもらうことはあるね。あ、はいはいはい、要はリーグのプレミアリーグっていう、うんうん、要は本戦の狙ってる数字があるじゃん、うん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 、そこには出してもらってないわけあんまり、うんうんうん、だけど、うんうん、FA カップっていうまたチャンピオンズリーグとは違うけどまた違うカップの大会とかにはちょくちょく出させてもらってたりとかしてるわけ、うんうんうん、そこではもう出た試合では決めたりとか。おめっちゃすごいじゃん。それでも出せないのよ。そんなに10点って一応まあまあいい成績なんじゃないの。控えで10点じゃないからね。控えで、うん、マジでないよ。得点率何もあるし。そう、控えで出た試合を点数で換算してパーセンテージになったら 1.8 点とかそれぐらいのレベルだったと思う、うん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 、多分ね。ごめんなさいちょっとねあの詳しくちょっともうまず調べきれてないんですけど、うん、これすごいことよ。いやめちゃくちゃすごいじゃん。それでももう狭き門なんだ。いやもうやばい。いやいやいやもうやばい。いやすごいいいと思う。まあいろいろ本当にね賛否両論あるんだけど、うん、これでもねっていう。あじゃあもう出たらもう日本中めっちゃ興奮するんじゃん。ねやばいと思うよ。そういうのちょうだいよ。ですごい今プレミアリーグ熱くてね、うん、得点をもう決まったのよ、うん、あ、おい、モハメド・サラ、ほうほうほう、さっき出てたリバプールね、あー得点を、うんうん、あと一人いるな。同じくリバプールからマンチェスターだ。トッテナム。なんてなんてトッテナムっていうチームがあるね。トッテナム。いやいやバカにしてる。すごいからね。いやいやバカにはしてないよ。ちょ名前が今聞き取れんかったなと思って。トッテナムの、うん、ソン・フンミン。トッテナムのソン・フンミン。韓国選手。韓国の選手、うんうんうん、化け物。マジ歴代ナンバーワンと言ってもいい。もうエースストライカ ー, あーアジア人っていう括りにするのが失礼なぐらいすごい。おーすごい。まずアジア人で、うん、ごめんなさいねそういう言い方するとあれだけど、うん、アジア人でまずプレミアリーグで得点王っていうのがまずありえないから。はい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 。なんか外国人モハメド・サラーとソン・フンミンの二大巨頭だっけ。得点王ね、うんうん、まずすやばいじゃん、うん、でアジア人っていう枠でもうそういうもう僕もそういう今喋り方してしまったけど、うんうん、その枠でくくることすら失礼なぐらいすごいっていうかも、かプレミアの得点のオーナーわけだから、うん、必然と世界のストライカーということだわけよ、うん、結局、うんうん、そうだな。ソン・フンミンすごいね。すごいねと言わせてください。ちょっと待ってください。あなたは、うん、本当に68時間ぐらい YouTube 見漁りました、うんうんうん、もしかして。本当見漁ってます。本当にいやもう本当にすごい。得点王ねすごいね。おおいやでもすごいわ。しかもよ。うん。モハメド・サラー選手ももちろんすごいけど。うん。PK 蹴ってるからね。ダメなの PK 蹴ったら。ああ PK を蹴れるとほぼほぼ決まるじゃん。要はああそう、ね、チームで PK をもらったら、うん、蹴らせてもらえる選手ってのがほぼほぼ固定で決まってる。リバプールはいろいろあるけど、うんうん、例えばサラーが蹴ったりとか、うんマネが蹴ったりとか、うんうん、まあいろいろあるけど、うん、PK も結構含まれてるのよサラーは、うんうん、ソン・フンミン PK ゼロ。おおゼロ PK で普通の得点として20得点以上、うん、やば。 PK ももちろんトッテナムに あるわけだから蹴る人が決まってるわけ、うん、はいはいはい。ソン・フンミンが蹴らせてもらえてたら、うん、単独の得点を絶対。おお、やばいね。じゃあ実質本当にシュートだけの得点がソン・フンミン選手。そうそうそ う, そうすごいね。はあ、そういうのもあったりとかしながらっていうね。うん、クリスティアーノ・ロナウドもなんだかんだ18点決めてるからね。あれ38歳バケモノ。バケモノ。アニヒャコさんマジモンスターやし。モンスターモンスターやし。モンスター。いやいやいや怖っ、うん、モンスター16年連続とかじゃない。
16年連続 2桁得点以上、しかもターチ氏じゃね、うん、16年以上ずっと怖い化け物モンスターだ、うん、普通になんかソン・フンミンがとか言って、うん、モハメド・サラがリバプールがなんとかとか言ってるさ、うんうん、普通に得点ランキングとか見るし、うん、4位ぐらいにロナウド入ってる、うん、なぬなぬあれ取ってるのはもう見て18だあれあれあれってあなたまだいらっしゃるっていう、いやーすごいね、わーすごいな、すごいと思いますよ本当に。29日ちょということで、ちょっとね時間がないんで、はい、ここら辺で CM 行きます、1曲行って CM 行きますか。はいよ、はい、それでは1曲お願いします。アスミのパクキャリーパミパムかなと思った。アスミのパクっていう曲らしいです。アスミのパク、はい、アスミっていうアーティストのパクっていう曲、はい、おしゃれですね。どうしよう、一瞬キャリー感が、くっそマジで見たいわ。なんかあれですね、キャリーパミパミと、水曜日のファンパネラ足してわかる。ああ、ぽいっすね、なんか。あ、でも一応見れるだろ、29日だったら。タマジュンとか知ってそうだけど、見れると。いや、あるんだけど、うん、もっといいところっていうか、うん、人気ないところってこと。でも、ある程度人はいた方がいいんじゃない。自分でサッカーワープ開けたらな。南の出たら暑いっすね。でもね、さすがに、さすがに狭い、さすがにないとは思うか。さすがに狭いんだ、はい、そう、10得点決めてて、分からん、でもよ、分からないのよ、はい、チアゴ・アルカンタラっていう選手がいるから、うん、まあ、スペインの選手なんだけど、うん、化け物だよ、うんうん、変化を生み出せる選手というか、この前の3人がもうかなり強力な3アタックだっけ、リバプールの、あーすごい、でディフェンスもすごいで、高速クロスが上がったりとか、まあ、すごいいっぱい武器あるんだけど、その中で天才型タイプという唯一のチアゴ・アルカンタラが速攻じゃないところでいきなりボーンってボールをめっちゃゆっくり進めていったりとかして、キュンキュンボーンって蹴ったからいきなり裏抜けのパスとか出したりする天才型タイプだっけ。変化を出せる選手というか、チアゴ・アルカンタラすごいな、すごいわけだけど、その選手が決勝ちょっと怪我してる、ちょっと出れるか微妙な、その選手がいたおかげで全部ちょっとなんていうのかな、変化を生み出し、ちょっと停滞気味のところで変化出したりとか、はい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 、ちょっとボール厳しいんじゃないのっていうところちょっと落ち着けてずっとキープしたりとかっていうのがあったから、うん、アクセントスパイス的なことか、ちょっとどうだろうっていう、何でしたっけ、サディオマネでしたっけ違うだろう、アスミでパク、アスミでパク、はい、お聞きいただいたのはアスミでパクでした。はいよ、ということでエンディングでございます。あ、エンディング、さあということで、ああ、本日はね、ああ、チャンピオンズリーグの、ラジオになって、ありがとうございます。いやいや、でもよかった。あ、じゃあ29日俺行こう、見に行こう、どこ、2122シーズンラリーガサンタンデール、本日は解説の木寺敦彦さんとともにお送りしていきたいと思います。木寺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わからんわわからんわ、どうしようちょ出るねこれ本当に。いや、なんかね、今このラジオ聞いてる方で、うん、サッカーバーやって、俺の我こそのサッカーバーはここだっていう人がいたらね、うん、ぜひともインスタとかでね連絡してほしいなと思いますよ、うん、あ、それはもう沖縄県でってことでしょ。あ、分からんな、こいつのこの熱量だったら多分東京とか行きそうだな。いやー、行くね行くんかい行くんかいいやー、トーバルさん女の子に横で解説したいんだよね。あ、それもあるね。ああ、
なんでこんなさ色黒ひげもじゃ男に俺いちいちこのチャンピオンズリーグとは何ぞやを説明しながら酒飲まないといけない。いいいい、トーバルは教えるのが好きなんだから。これ本当見たくないですか。すごいと思うよ本当に。ああ、見よう見よう。三冠はあれだからね、うん、取ってほしい。あれ、あ、どうもエンディングです、ありがとうございました。終わり方。すいません、ということでごめんなさい、はい、ツイキャス、これツイキャスですよね。はい、ツイキャス。ツイキャス、そして YouTube、そしてインスタライブを見ていただいた皆さん、本当にありがとうございました。ごめんなさい、ちょっと急に終わっちゃって。ツイキャスも止めますね。はい、ごめんなさい、本当にありがとうございました。